ははい皆さんこんこにちはチームハロンズクローカーですオーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日、ロンドン市場の見通しとなります、まずは結論から、はい、2時間足ボニンチャーバンド上昇トレンド進行中一目均衡表トレンドは出ておりませんストーキアスティックス強い売りシグナルが点灯ということで、はい、2時間足ベース上値の重い展開と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、2時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い転線21本移動平均線緩やかに上昇しております。ローソク足ャといいますと21本移動平均線上に位置しております。2時間足ボリンジャーバンド緩やかな上昇トレンドが進行しております。その中、教えたケースとキャスティックス過熱過ぎな判断基準であります80%ラインよりも上で売りシグナルが点灯さらにはパーセントリーパーセントスローリ直角に、あのー、下がっております。かなり強い売りシグナルが現在検討中ということです。 2、はい、次間心ストーキャスティックス、ローソカ菓子と雲の位置関係からトレンドレス状態、でローソカ菓の上にはレジスタンスラインとして転換線、ローソカ菓の下にはサポートラインとして基準線が位置しております、チャート形状的に上にも下,も下にもなかなか行きづらいのかなという感じがしております。はい、それでは本日、ニューヨーヨク市、えー、とロンドン市場ですねロンドンド市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインです。 はい、サポートラインなんですけれども、二次監視ボリンジャーバンド、マイナスシグマラインレベル、えー、と97円の60レベル、97円の60レベルということです。はい、続きまして、えーと、レジスタンスラインですね、二次監視ボリンジャーバンド、プラスシグマラインレベル、はい、98円の20レベル、98円の20レベルということです。 はい本日ロンドン市場の予想例に97円の60レベルから98円の20レベルということです。ポイント、上昇トレンド進行中も上値は重そうということで2時間足、ボリンジャーバンド上昇トレンド進行しておりますが2時間足、ストキャスティックスかなり強い売りシグナルが点灯中ということです。はい,そう,いうことで本日とロンドン市場ですねオーストラリアドレーにつきましては上値の重い展開と考えております本日は以上となります。